あ、こういう時あれだよね、あのツイッター見て思ったんですけど、あの、うん、ハッシュタグとかつけるといいんじゃないですか。あー、なるほどね。わかり、みんなにわかりやすい。カオスコード。そうそうそう、なんでもいい。カオスコードでもいいし、なんだろう。シャープ、ヒゲかけるハシモでもいいや。いや、え、違う、はい、ちょ、え、違う、まあ、さあ、試合に集中しましょう。ハッシュタグの使い方ってそういう形じゃん。さあ、開幕、手を通して。さあ、画面端に一気に寄せていく。やっぱ一気に端まで運べるコンボってないな。さあ、6周から。動きが長いんですよね。ダウン中から一気に端まで運んで、こっから弓状況での起き上がりに、オフテルが始まるという。さあ、ここで、ビートに対して、JBJ ヒットして。さあ、WL の2段ジャンプの。さあ、元気君ありがとう。ありがとう。あ、飛び狩りの J だった、あ、じゃあね、勝ち A だったか。暴れたか。もう一回。さあ、もう一回。さあ、追いすがるし。さあ、EX エアプラスから、アロー。この段階。おい。さあ、しかしね、弾速いんですね。はい、弾速いっすね。弾速いっす。弾速いっす。次からタッパーで相手のダッシュを潰す。さあ、うまい J サイク。さあ、2段ジャンプ。裏に当たったのか。裏、なんか背中に攻撃判定が。はい、ナイスキャッチ。さあ、安まで進めて2進タイク。基本がしっかりしている。さあ、2段ジャンプよく見ている。さあ、からのはいはいはい、いくやすま死なないが殺しに行く。まあそうですよね。ゲージが3本あったか。ここはさすがにエクシード解放。さあ、ここで崩されたくなかったが BS ラが入ってしまった。さあ、きっちりアドリブ。おー、よく。さあ、そして補正切り。補正切り。さあ、ゲージは溜まっていた。うめえなあ。ダッシュ見てからさ さあどうせ飛ぶんだろう。エアスもらったんですが、さあ投げは拒否って。おお、よく今のよく抜けた。これはやられました。いや、これは渾身ですよ。もうこれ渾身の。いや、今のラウンド取る取らないは結構でかいですよ。でかい、でかい。あそこでまくれたら非常にヒゲさんが優位ですからね。うん、さあ、これがラストかな。ラストかな。27分ぐらい今。ラストですね、これね。ラスト。じゃあ、あと2戦で。あと2戦。じゃあ、ラスト2、ラスト2。ラスト2。あー。行きます行きます。ゴー。え、あ、はい、あ、はい。さあ、ヒートで振りってステップ。池さん最終試合にするんですよ。さあ、前転読んでいたが 2B 当たらず。さあ、デビギニシー EX。 さあ、エリアル画面端運んで。さあ、6C に対して様子見をちゃんとしっかりしたんですけどね。 JD が出なかったかな。さあ、JD として殺意に満ち溢れたセーターが。さあ、今のオリジエシーうまい、うまい。おお、しっかり確認ですね。はい、きっちり拾って通常ヤスマから。さあ、遅め JC。 さあ、エキシード解放してこのラウンド取りに行った。エキシード発動したってことは取りに行く気満々が。そうですね。さあ、しかし生かしきることはできず。とはいえ体力回復もあるので。さあ、牽制は耐えれましたが、さすがに ROI 威力が高い。今のは一体何に当たったんだ。動いちゃったのかね。でもカウンター当ててなかったよ。あ、でも突然出されましたからね。
さあ、コパート追い返す。敵が太い。さあ、JBJ しから肉声朝真面目の、さあ、表 JB。 さあ、いろいろバリエーションが多いですね。多いですね。はい、これは行き詰まる。行き詰まる。橋本さんがガードしてる点の3、もう3倍は大きい。3倍は読み負けてる。さあ、2段ジャンプ。さあ、アロゴ出なかった。アロゴが出なくて、そのまま落ちてきましたね。こっち向いてましたね。うん、向いてた。2段ジャンプしたから。そうですね。うん、多分そのせいで方向変わったね。密着部分のね、小足、手だ。うお、ここでイージー。てか、イージー、イージーだった。あれ、気づいてなかった。気づいてなかった。画面端キープ。さあ、JD が刺さった。いやー、タクティカルを押したよ、アピール。もう一戦。次ラストで。次ラスト。さあ、ヒゲさんね、絶対あれラストだからってやりましたよね。ねこの間もやられましたからね、これね。あー、突然のイージーね、突然のお前忘れてただろ、バンみたいなね。画面見てないからだよみたいな、そんな感じで俺やられた。俺もサバト選んだ。思わず後ろからリベチさんが卑怯だ。ほんまやで、ほんまやで。さあ、そんな感じで、さあ、これが本当の最後。ショータイム。さあ、開幕。開幕。様子見せたところに JBJ しとして、さあ、ビースラー。さあ、相手の飛びを準備するせ。さあ、飛んできたところに2周で落として、そのままエリアで行こう。さあ、裏落ち。さあ、下段に対してタクガで読み切っている。さあ、状況を優位にして橋本さんも、さあ、これ投げて打ってこう。さあ、ここで J… ディースラ、ディースラ、ディースラ。さあ、カウンター、美味しい、よく見ている。美味しい、カウンター確認から。さあ、画面端を押し返して、さあ、お互い置き止めはよく見ている。さあ、投げて、さあ、今のは受け身取っちゃったんで反撃できない。ナイスキャッチ。さあ、ここで X 解放。さあ、この試合を取りに行く。さあ、届かず。あいつイージーがあるからって使いそうだな。そら使うでしょ。あれば使う。さあ、6進対してコパンで接触。噛み合ってコパン潰したんだが、しかしカウンターヒットしないね。俺も思った。モーション入ってただろうってね。さあ、西エンディ。ああ、の削り押し、こう押す相手をね、画面端押すジャンシーやったんだけど、相手がさあ、美味しい、美味しいじゃなかったもんね。ジャンディーが飛び越えて、ジャンディーだったらよかったんだけどね。噛み合わなかった。さあ、今のが JC で倒したら JCJD で、さあ、ここいった。はい、ダメジャンプのやってますね。さあ、押し上がりダン。さあ、ここは読まれて JB でのショットからアローで相手を反対に寄せて、あー、取り締めることが欲しい。長い、足が長い。しかし、ここは何を選択するか。解放からのアロー。さあ、懐かしい。これはさすがに殺し。お、さあ、殺してない。出なかった、かっこ。おー、あーい、最低ならず。うわー、厳しい。さあ、最終試合勝ったのはヒゲさんと。さあ、で、結局結果としては13対6。強い、お強い、お強い、ヒゲさん。結果的にダブルスコア的な感じになってますね。
さあ、いい試合でした。いい試合でした。うんうんうん。あ、見てない。あ、もうね。じゃあ、お互いあの一言ずつ。そうですね、橋本さんから。はい、疲れました。お疲れ、お疲れ、はい、お疲れ、お疲れ。ヒゲシは強い。強い。やっぱね、対空投機攻めがうますぎる。目にクロスしないでくれ。で、なんか行動の一個一個がちゃんと対になってて、間違った対応したらちゃんとリターンを取ってて、そこから置き攻めにちゃんと勝ちの流れが繋がってるっていうのがやっぱプレッシャーになっててやばい。なんとなく対応してるだけでは勝てないです、ヒゲシには。なんとなく対応してるだけでは勝てないと。頑張ろう。重みのある言葉が。はい、入ってる、入ってる。入ってる？うん。いや、感想としては正直本当にさっき言ったあの開幕4連勝だか3連勝だかした時とか、あれでもう一気に流れ持ってきてるのは分かってたんで、あ、これいつも以上に前に行って大丈夫そうだなって思って、本当はああいう前の行き方、橋本戦はやっちゃいけないっていうのが頭にあって、上り火の打ち方がすごい上手いから、それで結構前に行くところを刈り取られてターン取られて EX ヤスまで落とされてみたいなパターンで負けるのが結構多くて、それを警戒したんですけど、最初の方で一気に流れ持ってって動きがなんとなくぎこちなくなってるのが見えてたから、あ、なるほどなるほどみたいな感じで、こうそこをガンガン前に行って CB と多めに振ったりとかしてっていう感じでしたね。なんていうか自力云々もあるとは思うんですけど、そういう心理戦で上回れたのが今日は良かったなっていう感じ。まああくまで今日はって話、今後とか今までは正直俺は橋本戦は勝率あんま良くないし、ほとんど五分かちょい負け越してるんですよ最近。なので本当はこの勝ち完全に負ける気満々できてやってやるつもりだったの。いやだって最、いやてか違うんだって、違うんだって、あの最初はいやだから俺言ったやん、だって今日普通に負ける気満々なんだけどって言って、冗談めいて言ってたかもしれないけど言ってたし本気で思ってました、マジで。ちなみに湯の天戦も思ってます、本気だっつーの。お前バカ野郎、自分を過剰評価しねえんだ俺もう。過小かな、俺湯の天は超勝ってるんだけどね。湯の天は超勝ってるよ俺、超勝ってるよ俺。だから C5 でC5 はキャラの差もあるからっていうのはあるけど、 C5 の予選で、あ、 C5 の、 あの投票であいつやったの本気だからね。ネタでも何でもねえから、あれあいつ本人から、いや冗談やめてくださいよみたいなこと言われたけど、いやネタじゃねえからってバカ野郎、ネタでやるかバカって、ネタでやるんだったらなんかもっと違う人やるよ俺、もっともっとやるよ。それこそ今この場に言うから、相葉さんとか言うよ。あ、あよ、じゃあおしまーい。ということで、あさって湯の天とやるので、またその時もよろしくお願いします。ではさらばじゃー。